フラワー長い線利用拡大協議会様からクール宅急便で荷物が届きました。キャンペーン当選商品って書いてあるんで、多分フラワー長い線に乗った時に何かのキャンペーンに応募したんでしょうね。食品って書いてあります。まあ何なんでしょうか。開けてみましょう。なんと長井市役所からのお手紙、お手紙というか、まあ多分何にどういうことかってことが説明されてるんでしょう。一つずつ見ていきますと、これは何ですかね。赤湯から味噌ラーメンかな。山形赤湯から味噌ラーメン、龍上海龍の上の海、龍上海なのかな、わかんないけど、これは生ラーメンだそうです。生ラーメンがこれ何人分、3回分。そしてこれは、山形県川西町、川西でいいと思います、川の西ですね。紅大豆、ほんのり甘い甘納豆。まあ、これいろんなもんが入ってるんですよ。一つかと思ったらクールできてるから。でこれはパクパク、山のえくぼ、ドライトマト食べたことない。そしてこれは紅大豆、ご飯の素、大豆、赤い大豆、これは何だろう。お米2合と炊くだけで紅大豆のご飯の完成。紅大豆っていうご飯を知らないんですけど、多分想像するにあれですよね、最近赤飯っていうのが小豆と炊いて赤い色をつけるみたいなことなんですかね。赤い大豆と炊いてご飯に赤い色をつけるかな。そして次が紅大豆茶、川西町町かな、産紅大豆 100% のお茶、赤い色のお茶なんですかね。そして次は、なんかビニール袋に入ってます。最近このビニール袋も有料ですからね。おお、要冷蔵、手作り、農家の手作り、草岡ハム、ハム結構入ってますよ。まあ後で開けましょう。これがあるから冷蔵だったんですね。他のも冷蔵でなくても良さそうな。あとは、あ、新聞の前にこれはなんだ、これは瓶だと思うんですが、ああちゃんとなんか立派に包装されてる。プチプチ、これプチプチは何て言うんですかね、正式名称は知らないけど、プチプチとしか言わないから。プチプチに入れられた瓶は、おっと、ごくごく山のえくぼトマトジュース、多分これ 100% なんですかね。トマトジュース、トマト山形県産、野菜畑、作った方は土屋明美さん。これは 100% って書いてないけど、まあこれあれなんですね、トマトジュース名前これ、あ、このごくごくとかパクパクとか、こうなんだ、飲む音とか食べる音で商品の PAKU パクパク、これは GOKU ごくごく、こういう売り方なんでしょうね。ということで終わりました。とりあえず商品紹介
終わりです。これが当選で当たりました。長いフラワー長い線乗るべきだと思います。送られてきたパックというか箱の中にはこんなものが入っています。と言ってもあれでしょうから、これは水と緑と花の町、みんなで作る幸せに暮らせる町長井、長井市役所の封筒です。多分この中にはこういうことですよっていうのが入ってると思うんですけど、開けてみると、まあ確かにあれなんですけども、多分ですね、こう一番最初に読むべきはこれだと思います。この度はフラワー長井線利用拡大協議会主催の乗って当てて食べようキャンペーンにご応募いただきありがとうございました。厳正な抽選の結果、あなた様を2等当選者としましたので景品をお送りします。沿線さんの美味しい食べ物を味わっていただければ幸いです。フラワー長井線を運行する山形鉄道株式会社、株って書いてありますが、ご存知のように新型コロナウイルス感染症の影響で利用者が大幅に減少し厳しい経営となっております。沿線住民の方々や観光で訪れていただく方々のためにも、県沿線自治体ではこれまで以上の支援を行ってまいりたいと存じますので、皆様からも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。この状況が一日でも早く落ち着き、皆様の笑顔の花でフラワー長井線を彩っていただけることを心待ちにしております。令和3年3月12日フラワー長井線利用拡大協議会会長、長井市長、これ内谷さんって読むんですかね、ちょっとちゃんと達筆で、内谷という内側の内に谷というのはそうですね。で、下の名前は重ねる、これ何なのかな、崩しちゃってちょっと読めないんですけど、長井市長からのメッセージが届いています。で、ここに具体的には何が入ってるかっていうのが書いてあるんですけど、まあ確かにこの立派な沿線からの、沿線からの、沿線で取れるもの、作ってるもの、沿線の商品ですね、が入ってます。当然こんなんあったかな、山形鉄道さんの何か パンフレットっていうんですかも入ってます。各開けてみますと、開けてみるとですね、何が書いてあるかっていうと、まあこういうふうに沿線駅が書いてあって、どういう見どころがあるかっていうものがちゃんと紹介されてます。あとイベント列車や貸切列車みたいなことも案内があります。これが、まあ、山形鉄道さんの、パンフレット。それとこれはアルカディアって書いてあるんですけど、なんかの冊子ですかね、山形アルカディア観光局っていうところの多分冊子です。中を見てみると、地域とともにって書いてあって、出発進行、多分これがあれですね、多分この観光パンフレットに、フラワー長井線のことが載ってるんだと思います。で、まあ当然ですけれども、フラワー長井線の、グッズの案内が入ってます。で、こういうことが行われているのは行ったから分かったことなんですね。じゃあなんで僕らまあ当然僕らなんですけれども、それはでフラワー長井線、長い、フラワー長井線なんで山形鉄道に乗ろうと思ったか、これ多分山形鉄道に乗らなければ、フラワー長井線に乗らなければ分からなかったことで、なんでかっていうと、ちょうどここに出てますね。これ逆光で見えないかもしれないけど、鉄印帳ってやつですね。これ素晴らしい企画だと思います。第三セクターの鉄道会社、第三セクターにはいろいろあるんでしょうけど、第三セクターの鉄道会社の、御朱印を招いて鉄印というものを集めて、それで全部を集めましょうって
というので日本全国の、全てではないかもしれないんですけども第三セクターの会社が協賛してやってる鉄人帳という企画ですね。これ後で中身もちょっと見せたいと思いますけれども、見せたいというか見たいと思いますけれども、これ北からだから、こっちか、長い、いす、山形だからもうちょい北ですね。どこだ？はい、ここですね。私が、これ、こっちの、このページなんですけれども、なんて書いてあるかっていうと、山形鉄道長井駅、行ったのは令和2年10月18日ですね。これで、フラワー長井線に乗ってるわけですね。で、なんで乗ったかっていうと、この鉄印帳という企画があったから。これ、素晴らしい企画だと思うんですけれども、もともと人間ってこう、物を集めたい。例えば、切手を集めるとか、まあ、いろんな古銭を集めるとか、いろんなこう、集めるっていう収集癖っていうのは誰にだって基本的な欲望としてあると思うんですよね。で、その収集癖とは言いませんけど、もともとそしてちょうどこれが出た頃は、御朱印帳、御朱印、神社に行ってもらう御朱印っていうものが、まあ、流行った時でもあった。まあ、それに、こう、よく言えばインスパイアされて、多分作られたと思うんですけども、鉄印。御朱印に対して鉄印。神社ではないので、鉄道会社なので鉄印。これを作ることによって、御朱印みたいに鉄印っていうのを集めましょうよ。で、全部集めてくださいねっていうことは、日本全国北から南までつつうらうらの第三セクターの鉄道にまあ乗らなきゃ行かなきゃまあ正確に言うと乗らなくても乗車券だけ買えばその鉄印をくれるところはあるんですけどもまあ乗らなきゃダメなんです。そこに行って乗らないとダメで、これ見ていくとですね、何社だったかな、日本全国の40社の第三セクターがこの鉄印帳というものに協賛しています。で、北から行くとですね、これ実はもらってきたばっかりなんですけども、貼ったばっかり、貼ったかな？貼ったと思いますね。これ、一番北は道南イサリビ鉄道です。道南イサリビ鉄道っていうのは、令和3年3月16日に行ってますね。これが一番。北ということは一番南は南って言っていいのかな、南は39番は球磨川鉄道ですね。あ、これも話すと長いというかあれですよね。球磨川鉄道の御朱印はこっち側ですね。御朱印じゃない、鉄印はこっち側ですね。球磨川鉄道って書いてあります。令和2年9月9日になってるんですけれども、これは行ってないんですね。行ってないというか、球磨川鉄道は、豪雨によって多分運転ができる状況ではまだ今でも多分ないと思います。日本ってその災害の起こる国、それは台風であったり、いろんなものが暴風であったり、いろんなものもあるんですけれども、最近こう、まあ、鉄道会社だけではないですけども、悩ませているものの一つに豪雨っていうのがあると思います。すごいですよね。もう橋桁ごと流されたとか、もう鉄路が、レールが曲がってるとか、レールが流出したとか、そんなことが起きてしまってるこの現在で、球磨川鉄道はその被害を受けている。やっぱりそれをどうやって、こう、応援していくか、いろんなことがあると思います。今回、北海道を回ってきたんですけれども、北海道の鉄道に乗ってきました。これ大人の休日クラブっていう JR 東と JR 北海道が出してるお得な切符、乗り放題の切符を使って行ってきたんですけれども、こういうことって、そして感じたことは、北の一番端から、稚内かな？南はどこだ？指宿になるのかな？本土で言えば。
ていうところまで鉄道の鉄路は一本とは言いませんけど、全部つながってるんですね。これ某有名 YouTuber の、スーツさんの言葉をパクってるというか、まあ、そのまま使ってるだけなんですけれども、鉄道がなんで素晴らしいというか、つながってるんですよね。レールはつながってるんですよ。だから第三セクターもつながってるんです、多分確か全く孤立してる第三セクターもうその中だけで動いてる。だから接続駅はないっていうのは多分ないと思うんですが、それもあってやっぱりこの鉄印っていうのはなかなか素晴らしい、企画だと思います。かなり集めましたよ。もうあと空欄はですね、京都丹後鉄道まだ行ってないですね。空欄、あとは朝海岸鉄道、朝海岸鉄道も多分被災してるんじゃなかったかな。それと土佐黒潮鉄道、要は四国が2つあるんですけども、四国はまだ行ってないんで空欄ですね。それとこっちは全部埋まってますね。多分それだけかな、あと行ってないのは。39だから40ある第三セクターのうち、あと残行ってないのが3つかな。だから37、あと3つ。まあ時間はかかると思いますけれども、いつか完成させたいと思ってます。ということで、なぜフラワー長井線でギフトが当選したかという背景まで含めてのご説明です。ぜひ皆さんも、こう乗らない鉄道会社が鉄道収益から得られる、鉄道事業から得られる収益ってそんな高いもんではないと思うんですよね。でも多分時代はまた巡っていっていると思います。例えば物流はトラックが主体でした。これは今からもしばらく続くと思いますね。でもじゃあトラックだけで、この今から日本は人口が減っていってます。そうするともちろんメンテナンスなんてかかることの人数予算を考えるといろんなことがあるんだけども、でもトラックを走らせるためには、道路、でも道路は税金だけど、鉄道は自分の会社ですから、もう国有鉄道はないですから、国鉄って言ってもあれは国が持ってるだけの鉄道会社で、今はもう国有鉄道ですらなくなって全部 JR になったり、あるいは第三セクターとして、あるいは私鉄として、でも全部それは自分たちで施設を持って管理しているわけですね。鉄道ってだからある意味特殊だと思います。道路は税金でも鉄道は自分たちでやらなきゃいけない。そんな中で鉄道ってやっぱりコストがかかるというイメージがあるんですけれども、でも税金だっていつまでもその無限にあるわけじゃないってことは、例えば大量輸送、北海道からまあ多分10トントラックを使ったって運べる荷物が10トン、まあそんなもん、まあわかんないですけども、そんなもんですよね。それに1人のドライバーがいるわけですよね。でもよく出てるんですけども、長い長大な貨物列車、一体コンテナ何個詰めるでしょうね。多分その運行だけ見れば、その運行そのものだけ、その何百メーターか知りませんけど、でかい でかい貨物の列を支配コントロールしているのは運転手一人です。もちろん周りはサポートスタッフがいますよ。運転指令もいますし、信号を管理している人もいます、ポイントを管理している人もいます。まあそういうことはいろいろ言うならば、もちろんトラックの運送にだって運転する人は一人かもしれない。でもその信号をコントロールしている人、道路をメンテナンスしている人、いろんなことを考えると、まあ考え始めるとキリがないで、単純にそれを運行させているのは誰か、どちらも運転手一人です。ではトラック1台で運べる荷物の量と、 JR 貨物が長大な編成をして運べる、一度に運べる荷物の量、もうこれは桁が違うと思うんですね。個人的には時代はまた巡ってると思います。いろんな意味で、鉄道は今もと言ったらちょっとあれですけど、ちょっと日陰な存在かもしれませんね。でももう一度日は当たると僕は思ってます。通勤通学に使う人にとって鉄道は日常の足、なくなると困る。もちろんそれはそうなんですけれども、じゃあ物流考えて鉄道貨物って
コンテナで今結構見直されてると思うんですよね。長距離輸送をとか考え、長距離大量輸送とかを考えると絶対的に鉄道の持つそのアドバンテージというか利点っていうのは数限りなくあるんですよね。なのでもう一回鉄道の時代は僕は来ると思ってます。そのためにも第三セクターはやっぱり廃線でも鉄道には廃線という危機が必ずやってきます。自分が生まれ育ったところにも、当時は国鉄の線が場所まで言うとあれなんで言いませんけどもあったんですね。で小学校の頃は体験入学じゃない、体験乗車みたいな、小学生がその地元の国鉄の線に一駅だけ乗って電車じゃなかったですね、あの頃は汽車、列車はこういうものだよっていうのを校外学習っていうのかな、今で言うそういうので習うことに使われてたような地域の路線だったんですね。その路線はあっという間に廃線になっちゃったんですね。でなくなって思うんですけれども、ここって要するにちょっと高台になって前は列車が通ってた、そこが今道路になってる、そこにあったものがなくなってる、橋桁橋梁とかもなくなってる、まあいろんなものがなくなってるんですけれども、なくなってしまうともう完全に人の記憶から、その列車を使った見たことのある人の記憶から完全になくなるということは ないんですけど、頭の中にはちゃんと残ってますよ。あ、ここにはなんとか線があってあれに乗ったんだっていう記憶は確かに残っている。でも今そこに行ったってそれは全く何も残ってない。橋桁もない、もちろんレールもない、ちょっと高かったその線路の上に走ってたこう高かったものもなくなってる、そういう状況になってしまうと、もうその後に生まれた人には全く関係のない、当然そのつながってないんですよね。なのでやっぱりこうイメージだけで、そのノスタルジーだけで鉄道をなくしちゃいけない、廃線はいけないっていうのは簡単なことなんですけども、そうではないと僕は思ってます。今から鉄道の時代がもう一回来るはずです。なので僕はこの鉄印帳というこのシステムというか、これを考えた人本当に偉いなと思います。尊敬してます。でこれをコンプリート全部集めようとやってます。まあ四国とあと京都丹後あと3つですね、もうちょっと頑張りたいと思います。こういう理由で、山形鉄道のフラワー長井線に乗ってそこで応募したものが当たってあの商品です。やっぱ悪くないですよね。やっぱりそのでもそれは山形鉄道だけ、フラワー長井線だけではないんですね。いろんなところはやっぱ経営的には厳しいところが多いと思います。乗りましょうっていうのは簡単だし、でも乗ったところでそこから上がる収益なんてまあたかが知れてるんで、まあこういうグッズも売ってますから、なるべくならグッズとかも買ったりして、いろんなものをいろんなところに、いろんなところでその会社に対してお金を使うことで、お金を使うって言い方はちょっと下賤な言い方ですね。そこを支援することで、この鉄道の新たな時代はやってくるためには、鉄道が廃線になってしまっては鉄道の新たな時代はやってこないんだ。また来ると絶対来ます。そのためにやっぱり少しでも今の鉄道をレールを廃線にさせない努力、こんなもん乗ったところで、僕が一回乗ったところで得られる収益なんてもうほとんどないと思いますよ。でもこうやって感化されていろんな人が乗ること、サポート乗ればやっぱり支援したいなって思うんですね、人間の心で。この集めたいという心をくすぐられながらいろんなところに行っています。ぜひ皆さんにもおすすめします。日本中いろんなところを楽しんでください。それじゃ。